イラクの国旗、イラクの国旗は、1921年の建国以来、6つの異なる版が導入された。現在の国旗は2008年1月22日の国旗法改正により制定されたもので、1991年制定の国旗から、バーストのスローガンであった、統一、自由、社会主義を表す3つの星を削除するとともに、アッラー・アクバル、アッラーフは偉大なり、 の文言をサタームフセイン元大統領の直筆とされる筆記体からクーフィー体に変更したデザインとなっている。アラビア文字を入れた他の国旗、サウジアラビアの国旗などと同様、ホイスト、旗竿側が右である。王世紀の国旗は黒、白、緑の三色が水平に配され、旗竿側には赤い台形、赤い三角形のバージョンもあるが配されている。 赤の中の二つの七防星は十四の州を表している。旗に使われた色は第一次世界大戦時にオスマン帝国に対するアラブ反乱を率いて戦後アラブ地域の英仏任冬治療に成立した王政の王族として廃されたハーシム家の色あり、同じくハーシム家が王族となったヨルダンの国旗に酷似している。アブドルカリームカーシムによる1五十八年の クーデター、7月14日革命で、イラク王国が滅んだ後、1959年7月14日、カーアシム政権は新国旗を制定する法律を適用した。新しい旗は黒、白、緑の3色が以前と異なりたてに配され、白い帯の中央には、中央に黄色い円形を持つ赤い八芒星が配されている。黒と緑は反アラブ主義を、 黄色い太陽は少数派のクルド人を赤い星は同じく少数派のアッシリア人を表す。また、この八芒星は古代メソポタミアでは神を表した。なお、クルディスタン地域では一時期、これより後のイラク国旗の形容が禁止され、この旗のみ形容が許可されていた。カーシム政権がバーストーにより転覆されると、1963年7月31日から、 信法に基づき、新国旗が制定された。新国旗は、赤、白、黒の水平三色旗で、三つの緑の星が白い帯の中に配されている。緑の星は元来、反アラブ主義に立つバース島が、エジプトとシリアとの統合、アラブ連合共和国にイラクを加入させる意図で配置された。当時のアラブ連合は、赤白黒の水平三色に、緑の星が二つという旗であり、 現在、様々な変遷の後に、シリアの国旗として復活している。もしこの三カ国の統合がなっていたら、アラブ連合の旗は、イラク国旗と同じデザイン。緑の星に、元の三つの国を象徴させるになったと思われる。実際にはシリアが、エジプト主導のアラブ連合に反発を感じて、すでに離脱しており、イラクバース島の働きかけに、エジプトもシリアも応じなかった。 1991年1月13日、サッタームフセイン政権により国旗は若干変更された。三つの星の意味は、アラブの三地域という当初の意味から、バース島のモットー、統一、自由、社会主義を象徴すると改められ、さらに三つの星の間に、アラーフ・アクバルの文言が筆記体で入れられた。この筆記体は、サッタームフセインの直筆を元にしたとされており、 この変更自体も湾岸戦争の最中にあり、アメリカによる侵攻が目前に迫っていた状態のイラクがイスラーム世界からの支援を集める意図で入れたと推測されている。フセイン体制崩壊後の2008年の国旗法改正で正式に廃止され、旧国旗も旧体制の象徴として、河の場での使用が禁止された。しかし、スンナ派住民の間ではシーア派主導の政府への抗議。 反発を示せためにあえてこの国旗を掲げる人々もいた。2004年6月28日のイラク暫定政権樹立式典で最初に掲揚された。2003年のイラク戦争によるフセイン政権崩壊後はアッラーフアクバルの文言が入っていない1963年制定の国旗が使われてたが、統治評議会が新たな国旗を提案。しかし、 提案された象に対する反発や批判が大きかったことからとりあえず1991年制定の国旗をもとに挿入された文言の書体をクーフィー遺体に変更したもを使用していた。このため、この新国旗が公式なものであるかは明らかでなかった。2004年4月26日、イラク暫定統治評議会は、フセイン政権崩壊後におけるイラクの新国旗を発表した。 暫定政府が主張するには、この新国旗は著名なイラクの建築家兼芸術家であるリファートジ・ディリーによってデザイン、作画されたものであり、これが他の30の競合する出品から選ばれたものであるという。その旗は白い背景で、そこの4分の1には青色、黄色、青色と平行な帯が横に並んでいる。すなわち3本の線については、 青の帯は、チグリス川というフラテス川を表しており、黄色の帯については、何を象徴としているものかは、不明確だが、クルディスタンの旗が、緑、白、赤の横三色旗に黄色い星であることから、少数派のクルド人を表しているとされる。中間部にある白い領域には、イスラム教を象徴する、大きな三日月がある。しかしこれは、青色の影として描かれている。 イスラム教の象徴である三日月は、五芒星と組み合わせて描くのが基本である。色は、アルジェリアの国旗とチュニジアの国旗では赤、トルコの国旗とパキスタンの国旗では白で、全て影ではなく明確に描かれている。このデザインは、過去のイラク国旗や他のアラブ諸国の国旗で、使用されている半アラブ色、緑、黒、白、赤とは著しくかけ離れていた。 アラブ諸国の国旗色には長い伝統があり、緑色と黒色はイスラム教を表すのに使用される。中でも緑色は預言者、ムハンマドお気に入りの色だとずっと言われてきた。パキスタンの国旗やサウアラビアの国旗は緑地に白色で衣装が描かれており、リビアの国旗は2011年まで緑一色で構成されていた。赤色はアラブ人の愛国心や反アラブ主義を表すのに、 使われる。また黒色は暗黒の過去、白色は純潔や平和を表すことが多い。イスラム諸国の国旗や紋章における三日月は通常緑色または赤色で描かれる。2004年提案の国旗は白地にかなりの部分が青色であり、この旗の様相がイスラエルの国旗に似ているとして即時にイラク国内で論争になった実際、 イスラエルの旗を制定するときの原案には、かなりの割合で、黄色が含まれていた。その他に批評家は、反アラブ主義を表す、伝統色が欠落していることを非難し、また、アラーフアクバルという句が欠落していることについても、この文言が不正イによって追加されたという事実とは、無関係に嘆いた。さらに、作画者ジャディリーィについても疑問が提起された。彼が、 暫定統治評議会メンバーである、ナスイール・アルジャディリーの弟であることは明らかである。結果として、身内美意気という訴えによって、デザイン協議会で得た彼の勝利は、汚れたものとなってしまった。兄のリファットは彼を弁護する中、次のように述べた。弟は、私から電話を受けて、旗をデザインするようにと、招待されるまでは、新しい旗の計画については何も知らなかったと。また、 そのデザインが協議会に関係しているというようなことは聞かされていなかったとも述べた。さらに彼は1980年代初めからイギリスのロンドンに住んでいるので現在のイラクの国民感情を捉えることに失敗したからといこのことを批判するのはまだ早いとも付け加えた。2004年4月27日新しい旗がファルージャで 反政府運動家によって燃やされたという報告があった。その日は国旗としての公式採用が予定されていた前日であった。4月28日、マスウード・バルザーニ当地評議会議長は、旗の修正版では4月26日に報道で発表された非常に明るい青い影が暗い色調に変更されたとの公式見解を示した。しかし、 その変更がなされた理由が元のデザインに対して抗議されたことによるのか、または評議会に要求されたことによるのか、それとも初期のニュース報道における印刷誤差が修正されることによるのかは明らかにされなかった。彼はまた、この旗は最終的な旗が採用されるまでの一時的なデザインであり、数ヶ月間使用されるということも説明した。結局、 この旗は2004年6月28日のイラク暫定政権への主権以上式典の会場に上がることはなかった。多くの反発にさらされた白と青の国旗案は放棄され、式典会場には1991年制定の国旗を若干変更した暫定的な国旗が形容された。2008年1月の国旗法改正で採用されたデザイン以外には、 アラーフアクバルの文言の中間に、クルド人を象徴する太陽を配置したものや、2004年6月から暫定的に使用されていた旗のデザインを踏襲しつつ、アラーフアクバルの文言の部分のみ緑色から黄色に配色を変更するとともに、バースト時代は、統一、自由、社会主義の象徴とされた3つの星を、平和、寛容、公正の象徴に改める案などが提示されていた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。